と待って、つら。聞いてくださいよ。こんにちは、くまみきです。動画を今日撮ったんですが、まさかのマイクのこう音のところが刺すとこ間違えて音が一切取れてなかったので、今から自分の動画にアフレコをしてみたいと思います。では行ってみよう。もうヘロヘロだよね、顔が。行くぞ。こんにちは、くまみきです。じゃーん。はい、というわけでね、棚作りましたね。作りました。はい、で、なんとかかんとか言って初の動画ですね。棚全然なんか中身とかが整ってなくて、あ、こっちはなんかポップな感じで、こっちはアジアンな感じっていう話をこの時してますね。整えてくよ、これから頑張るよみたいな感じです。で、今日は4月のお気に入りやっていきます。4月のお気に入りはいつも5つぐらいランキングで紹介してるんだけど、今回4つしかなかったので4つやっていくよっていうことを言ってますね。頑張れ私、頑張れ私。あ、1個目はこの犬用のドッグカメラです。そう、これ買ったらめちゃめちゃよくって、前から買おうか迷っててやっと買ったんですよ。で、これはこうスマホで連動してて、スマホで犬の様子をこうカメラで見ることもできるし、あ、これポケモン GO のこの動きを、この動きをやると餌がポンって出てくるの。だからポンって出てきたのをもじゃが食べるわけなんだけど、これを置いて何が良かったかっていうとね、全然口伝わってないんだけど、これを置いたことでお出かけする時とか、こう私がいなくなるともじゃがわーどうしようわーってなっておしっこ漏らしちゃったりするんですよ。いつもだとちゃんとトイレでするんだけど、トイレじゃないとこにおしっことかうんちとかしちゃうんですね。で、これを置いてからはその失敗が減ったのっていうことを言ってて、で、お出かけする時とあと家帰ってくる時もウレションしちゃうから、そういう時も先に餌をポイッと投げて気を紛らわせてる間に家を出たりとか家入ったりとかするようにしたら、結構ねいい感じに過ごしてますよっていうやつです。はい、そして2つ目じゃーん。これはミルキーのパッケージがめっちゃ可愛いんですけど、実はプロテインです。 B レジェンドプロテインのやつで、プロテインね、いろいろね、最近ジム行ってるから飲むようにしてるんだけど、このミルキーのやつめっちゃ美味しいですね。私ナンバー406っていう美容院に行ってるんだけど、そこの担当のエミさんに勧められて、エミさんがわざわざジップロックに包んでね、お裾分けしてくれたのを飲み始めたら、もう美味しくてハマっちゃって1キロサイズのでっかいの買いました。もうパッと見全然プロテインじゃないよね。でも本当にこれ水で割って飲んでも普通に美味しいし、牛乳で割って飲むと本当濃厚なミルキーのキャンディーを飲んでるような感じで、本当美味しくって、もうデザート代わりになります。食後ちょっと甘いの食べたいなって時とかもこれで結構満足できちゃう。で、美味しかったからこっちも買ったの。これはミルキーココア味 500g とミルキー味 500g のセットが売ってて、でココア味も美味しそうだなって思って買ったんだけど、ココア味はまあまあ普通って美味しいんだけど、他の会社から出てるプロテインとそんなに変わんないかなって感じのココア味でした。でもまあ美味しいんだけどね。だからこのセット買うよりもミルキーの1キロ買った方が私はいいかなって思っていて、ただミルキーの味1キロだと飽きちゃうんで、飽きないためにこの500買うのはありかもしんない。うわ、落とした。そう、落としたの。落として、中身ちょっとジップロックなんだけど、なんかちょっと隙間空いてたのか、ちょっと粉がこぼれてお掃除をしました。そして次、3つ目は布団カバーを買ったの。布団カバー前まで使ってたのはニトリの新生活すぐ使えるセットみたいなやつで、青いチェックの布団カバー使ってたんですよ。ずっとねこれっていう布団カバーに出会えなくって、で頑張って探して、これもまあ 100% 完璧の理想のやつではないけども 80% ぐらい OK みたいなの見つけました。で、私発見したんだけど、私の布団はセミダブルのベッドなの。
で、ニトリの布団はシングルサイズだったんだけど、シングルの掛け布団でもセミダブルのベッドには全然合うっていう大発見をしたっていう、どうでもいい話をこの時しています。ちっともアフレコになってないね無理すぎる、このただ喋ってる動画じゃ無理すぎるよ。あ、もうこれは私最後4つ目の紹介をしている耳、エアポッツ買ったの。まあ、イバッグの中身紹介でも言ったんだけど、エアポッツめっちゃいいって話をしてて、エアポッツ映ってないでしょ。エアポッツ見つかんないんだよね。全然見つかなくて、またなくしちゃってどっか行っちゃって、唯一の難点はなくしやすいってところだと思うんだけど、あのね、何がいいかって前も言った通り、こうマスクをしてイヤホンをすると絡まるんですよ。こう、うわーどっち取ればいいんだ先にみたいになるんだけど、エアポッツにしてからそのね、イライラがなくなって本当に便利。本当前にコードがないだけでこんなに楽なんだなっていうことが分かったというお話でしたで、これ肉、この肉はあの最後おまけでモジャのお気に入りを紹介してみました。これはフライングタイガーで買った犬用のおもちゃです。漫画肉みたいで可愛いなって思って買いました。でもう一個ね、犬が食わえたら口がドゥンってなるようなおもちゃを買ったんだけど、それはなんか一瞬で壊れた、ものの10分ぐらいでもう壊れましたね。ダメだった。この肉のおもちゃは永遠になんか噛んでピーピー鳴らして遊んでます。こんな感じ。はい、4つ紹介しました。あの気になるものは動画概要欄に名前とリンク貼っとくので、気になる方はチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイこれ普通に撮り直すのと同じぐらいの体力だったわ。以上、またね。